前にお前らから金は取らんみたいなこと言ってた。いや、お前らから金取らん。まるでお金を投げそうな雰囲気だけ取ってくれ。新しく来た奴らが、おおっつって投げちゃうから。めちゃくちゃ無限に敵来るらしい。ゴースティングやばすぎて。かぶすすぎ。こんにちは。こたすい、吸っててくさ。いやー、かわいいもん。いい匂いするんだよな。あと、犬のみんながなんか変な匂いしていいんだよね。なんか、すげえ変な匂いするんだよな。めっちゃ動物の匂いする。え、なんかめちゃくちゃ臭いんだよ。犬の耳臭いは、匂いフェチ。こたチャンネルの飼い主うぜえとか言われるわけか。え、こんちゃんち、わかる勝手な言い方。いや、なんか何の匂いなんだろうね。まあ、ダニが死滅した匂いの可能性はある。こたちくとくで言う。元気の耳も臭いよ。なんか犬の匂い、あと猫、なんか肉球の匂いと近いかな。肉球の匂いめっちゃ近いんだよな。そんな布団干したみたいな匂いするの。そうそうそう、だからそれに近いような匂いする。おパンクニャン、ぬっこの口の匂い好き。肉球は大量の匂いしない。実質ダニ水ってこと。だけどそれがいい匂いだったらね、何でもいいですからね。大量の香りってやつか。考えによってはね、鼻の匂い吸ってんのも気持ち悪いことというふうに捉える人もいますから、絶対。ダニの匂い吸って何があるんですか。ダッサンとチームメイト、実に地味に嬉しい。ああ、そう、なんかね、ダッサンが、なんか最近、金に困ってるわ、つってて、あ、そうなんだ、みたいな。で、聞いてたから、あ、じゃあもう、これガチで取りに行くかって思って。高いサバゲーグッズ買ったらしい。たけさばけグッズ買ったらしい。100万くらいするやつ。トレポンとかいうやつ。そう。と、なんかあの、またなんかナイトビジョンゴーグルがなんか買ったらしい。それで、金がなくなったらしいで、金最近ないわって言ってたから、あ、そうなんだって言って。金困ってんだったらなんか誘うかと思って。賞金大会。マサノリ出てガチで勝ちに行く。俺、あの、会場冷やさしていくわ。他の奴らがなんかぬくぬく楽しくやろうね、みたいなこと言って、なんか俺らだけマジでガチで、本当に。俺もう配信しない勢いでやる。マジで。うん。なんならもう配信しない可能性ある。俺、TikTok ライブで配信してる可能性ある。Apex。もう、笑いなしで、TikTok ライブでもう Apex 配信する可能性がある。一言も笑わない。告知もしない。勝手に一人で TikTok ライブでやってる。TikTok は安い投げ銭に切れる配信者いてキモいからやだ。そんなやついんの？マジで。マジで。お前らぶち殺されちゃうやろ。1ビッツとか出したら。え、けどなんか TikTok さ、なんかマジで本当に投げ銭されるらしいんだよね。なんか、やってみるよ、今度。TikTok。なんか、外配信。いや、別にお前らはしなくていいんだけど、なんかわかんない。お前らがまとまっていたら、俺なんか TikTok で、なんか人気配信者と勘違いされるじゃん。それでなんかすげえ投げ銭する空気だけ作っとく、俺らで。で、それでみんなでめちゃくちゃ投げ銭する空気だけ作ってたら、実際投げ銭がされて、それでめちゃくちゃ金儲かったら、その金使ってなんかやろうぜ。その金使ってなんか、なんか貸しようぜ。体育館とか貸し切ろうぜ。そういうの得意だぞ、俺ら。俺らに詐欺師の片棒担がせるのやめろ、桜。ナイスパーって言えばいいの。TikTok どうなんだろうな。え、けどなんか TikTok、なんかよくわかんないけど、なんかコーラの実況者がなんか何億とか稼いでるみたいな噂を俺聞いた。コーラの実況者が TikTok でバズって何億稼いでるみたいな。投げ銭で。そう、俺 TikTok 来てんだよ、だから。TikTok 行っていいか、たまには。いや、俺さ、TikTok 行くタイミングを考えてて、考えた結果、TikTok ってさ、もう別に BGM とか関係ないじゃん。なんかもう、マジ関係ないじゃん、BGM とかそういうの。だから、俺結構私生活で一人どっか行くときあるんだよね。飯とか。一人で焼肉とか、一人でなんかとか。その時に、TikTok ライブすればいいんじゃないかって。あそこもう無法地帯だから。後ろに曲流れとか関係ないしね。PC で見れんの ?TikTok って PC で見れないのあれ。TikTok パソコンで見れないマジ割と著作権で消されてる。あ、そうなんだ。TikTok でストグラ配信してる人もいるんだ。そうなんだ。すげえな。TikTok アカウントないと見れない。ああ。いや、それなんだよね、TikTok。いやだから多分、TikTok ってさ、
俺の感性ね、俺の感性、俺の考えて TikTok ってこんなんでしょってやつは、なんかとりあえずめちゃくちゃ金持ってそうなやつ大好きだと思うんだよね。うん、だから歌舞伎町とかのさ、めちゃくちゃド派手なんかもうマッキンキンのさ、寿司屋とかさ、焼肉屋あるじゃん。うん、あそこでひたすらミノだけ頼んで過ごそうぜ。作戦完璧じゃない？あそこでミノだけ頼む。もう背景マッキンキンなんだけど、もうやばい、めちゃくちゃ金持ってそうな感じで、なんかとりあえず俺ハイブランド買ってくるわ。どっかで。ハイブランド。ドンキとかでハイブランド買ってくる。ドンキでアルマーニのハイブランドの T シャツ買ってきて、ピチピチにして、それで、ミノ食いながら、ミノとかだったら700円とかじゃん。多分あそこでも、そういうとこでも。ミノ食いながらずっと。しかも、俺なぜか、なぜかね、TikTok なんと公認アカウントなんですよ、俺。確か、俺 TikTok 公認アカウント。ほら、チェックマークついてる。フォロワークソ少ないのに。チェックマークついてる。これがあるから、多分、これでいけんだよ。これでいけます。これで戦っていこう。前にお前らから金は取らんみたいなこと言ってた。いや、お前らから金取らん。だから TikTok でお前らが、なんかまるでお金を投げそうな雰囲気だけ取ってくれ。コメント欄で。まるでお金を投げそうな雰囲気だけ。だからもうずっと、こうやってたら、新しく来た奴らが、おおっつって投げちゃうから、これを、よいしょーっつって、なかなか技術する。腕こうやってぐるんぐるん回しながらこうやって、あーっつって財布こうやって見ながら、いつでもいけんだけどみたいな、こういう姿勢を全員が取ってたら行くから、1000人以上で言うとね、声が1分で回していける。はっ贅沢そんなテンションで言うな。お前らできたぞ、ショート動画。ケンキのショート動画、諸上作できました。俺、これでちょっと若者世代にバズってくるわ。原宿とか新大久保とかでめっちゃ声かけられる存在に、ちょっと俺なってくるわ。ああ。ちょっとどう思う？お前ら。行くぜ、俺の諸上作。人前で話すの苦手なやつって、何が一番良くないかっていうと、滑舌が悪くて何言ってるか分かんないってことなんですよ。あと話すのが早い。まあ、つまり俺のことなんですけど、この二つを改善できれば、基本的には人前で話すのって大体なんとかなるんだよね。一番簡単な改善方法っていうのが、口大きく開けるっていう、これ簡単です。例えば今俺が大きく口を開けながら話すと、こんな感じで大きく口を開けると、どうしてもだけど、早く話せないんだよね。絶対に。滑舌が良くなって、かつゆっくり話せるから、これは強制的に人に聞き取りやすい話し方になるんだよね。これ、tips。まあもう一個、めっちゃいいことを教えてあげるとすると、最初みんな見てないから大丈夫だよ。特に学校で壇上で話してるやつの話なんて、マジで誰も興味ないから、正味壁と話してると思っていいよ。マジ聞いてないから、みんな。これが TikTok。いや、長くない？どこなんだろうな。ジョージも長かったぜ。ケンキさん、これに近いのを政治家にレクチャーしました。さすがです。マジで？あ、マジで？え？公設秘書？あ、マジ？え、俺、すごくね？お前ら聞いた？公設秘書のやつが、政治家にレクチャーしてる内容と同じ内容らしいぞ、今のアドバイス。というか、政治家どんなアドバイスされるんだ？びっくりしたぞ、今。もうちょっとなんか、身振り手振りのなんか、タイミングとかそういう話じゃねえんだ。野間先生。いや、けどなんか、どうなんだろうな。支持は集めれんのかな。けど、ゴシップかなんかが書かれて終わりそうだけど、ね。ジョージ顔目立つな。危機は持った方がいいよ、つって。これがいいのかな。俺、これだぞ。危機は持った方がいいよ。これで行った方がいいか。最初に、キャッチなこと言ってた方がいいんだろうな。こうやって。人前でうまく話せないやつ、つって。こうやって。人前でうまく話せないやつ、つって。これから入ったら多分うまくいけんの。そこまでやるとちょっとな。あんまり作り込むとそれ好きになってくれば困るよな。エイプリルフールはマタギスナイパーズの一番好き。あれフェンネルマタギスナイパーズ、あれはエイプリルフールだったんだ。いや、なんか俺、どっちかなと分かんなかったんだよな。あれってどっちなの？え、俺普通に入ったのかなと思ったけど違うの。さすがに。その日のうちに卒業してた。あ、そうなんだ。あれエイプリルフールなのか。いや、なんか普通にあるかなと思ったけどな。まあ、あまりにも雑クラだったからな。
ガチなら4月1日に発表せんやろ。お前ごっちゃマイキー CR 入ったら4月1日に。てかさ、4月1日っていう日をエイプリルフールにしたやつマジでバカじゃない？めちゃくちゃややこしくない？いろいろ発表があるときやん、4月1日って。なんで4月1日なの？新年度じゃん。ややこしいよなマジで。一番そういうそのなんか誰々が加入とかやりやすい日じゃん、ある意味。年度末の3月31日とかにしないせめて。そのためにいろんな発表が4月2日にずらされてるちょいちょいみたいだよな。そうなんだよな。1日じゃなくていいと思うわ。なんか普通に中旬とかでいい気がする。だからその4月1日イベント固まりすぎてるから、そう、なんかもうちょっとなんか別のなんかなんともない日をエイプリルフールにしてくれた方が楽しいんだけどな。いらないか、エイプル。やっぱどうだろう、俺ネットでは楽しいと思うけどな、エイプルフール。イベント来るし、ゲームだったら。ゲームのプレイヤーとしては結構やっぱイベントごとはみんな好きだと思うけどね。なんかクリスマスとかも別に結局クリスマスイベント来るし。やりにくいんだよね、ゲームとしても。4月1日から3日間で一番ゲームやりにくいじゃん。そのタイミングでさ、イベント来てもさ、その時間はさ、ゲームじゃなくて、なんかいろいろ他のことしてるからさ、なんかわかんないけど、新入歓迎会とかさ、なんか、やってるやん、多分。新生活始まったりとか、新学期始まったりとかで。ゲームのイベントも参加しにくくてちょっと嫌なんだよな。興味。天気は逆にエイプリルヒールの日は嘘をつかないんだけど、逆にじゃないけどね、別に嘘ついてないんだけど、逆にではないけどね。逆にっていうと普段嘘ついてることになるから、俺嘘はついてないから、嘘っぽいことを話してるだけで嘘はついてないんだよな。うん、例えばこの間の案件動画出したじゃん、モニターの。あれも嘘っぽく言ってるだけで何も嘘ついてない。一個も間違った情報伝えてないから、嘘っぽく言ってるだけで。そうだよ、俺嘘っぽいだけだから。世の中には嘘っぽくなくて嘘ついてるやついっぱいいるから。コンテンツワーニングな、やりたくてメンバー集めたんだけど、ちょっとナチョが忙しくて来月ぐらいまでできなさそうらしいんだよね。そう、なんかナチョとかね、陽一はね、あれなんだよ、たまにその絵の描く仕事入るから、たまにっていうかまあまあな頻度で。イラストレーターだからね、結局本業が。どっちが稼げてんだ？どうなんだろうね。いや、どうなんだろうな。イラストレーターでそれ稼げんのか？よくわかんねえけど。普通に考えたら絶対配信じゃないと思っちゃうんだけどな。もっと稼げんのかな？イラストレーターって。楽なので言えば圧倒的に配信じゃね、間違いねえ。YouTuber やってた時の方が大変だったもんな。YouTuber とストリーマーで比較した時は YouTuber の方が大変だったね。確実に。まあ、編集もそうだし、企画考えないといけないし、動画の撮影って結構時間かかんないよね、意外と。配信者で企画考えなくていいじゃん。別に毎日一緒のことしてたらいいじゃん。ぶっちゃけ。今日雑談めんどくせえなと思ったら、じゃあ今日は APEX つって、APEX が10回続いてもいいわけじゃん。APEX、APEX、APEX、APEX って。結構やっぱ考える時間なくて楽だけどね。まあただ視聴者離れちゃうから、まあ離れないように、まあいろいろ変えるんだろうけど。逆に言うと一生同じゲームこすることが、で、なんかその視聴者集めてる人もいるじゃん。同じゲームを一生やり続けることによってね。よく同じゲームやり続けて飽きないよな、配信のためだ。いや、どうなんだろうな、なんかその、同じゲームやり続けてる奴らは、ランクとかそういうところにひりついてんだと思うんだよね。ストグラはストグラもなんかあれはおもろいじゃん。だからストグラに関してはなんかもうディスコードでみんなと通話してるみたいなもんだろ、あれもはや。仲いい奴らとさ、集まってさ、通話でさ、毎日夜も遊んでるみたいなもんだよ、話してみたいな。もうそれだけで楽しいじゃん。あれは全然毎日できると思うけどな。まあ、ストグラね、たまに、ツイッターとかで切り抜きとか流れてくるじゃん。あれ流れ全く分かんなくて全然俺ら見てて思んないんだけど、流れ知ってる人はコメント欄めっちゃ盛り上がってるから、多分やっぱずっと流れ追ってる人からしたらめっちゃ楽しいんだろうな、ね。いや、それはそうなんだよな。いや、例えば分かんないけど、関さん全く知らない人がさ、関さんのなんだこいつっていうクリップ見てもさ、多分あんまよう分からんやん。あれ関さんのことめっちゃ知ってるからおもろいやん。たまにそいつのこと全く知らなくてもおもろいクリップあるけどな。海外のさ、なんかパブ G のプロかなんかのゴースティングやばすぎて全くパブ G にならないやつのクリップ昔見たことあるけど、あれはクソもろかったな。知らん人やったけど、マジでゲームにならんやつ、あれマジでおもろいな。一番おもろいのがフォルセンさんは別に大して何もしてないのがおもろいんだよな。なんかおもろいリアクション取ってるとかでもなくて、なんかマジで普通の一般人がただ普通にゴースティングされてめちゃめちゃされてるだけみたいな。初動で9キルぐらいしてるわ、絶対これだ、これでしょ。懐かしい、 G2A とかまだある時代か。めちゃくちゃ無限に敵来るらしい、もうゴースティングやばすぎて。
かぶすぎた。これ時間です。これやばいな、マジでマジでやばいな、これ。え、これずっとこれなんでしょう、この人。これはさすがにおもろいな。だって6年前おなたかむずっとこれ。ブラ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 ブクソなの、しかも。Fucking hell, dude! あれか、みんなフォーセンってすぐ分かるように全員フォーセン以外の服装にしてるのか、これ。みんながパッと見た時にこれどれがフォーセンか分かるように談合してんだ、こいつら。ユタカーユタカーってだな。やばすぎる。これは確かに頭おかしになるな。いや、これとかいいよね。これはもう誰が見てもおもろいからな。この言葉とかも関係ないもんね。例えば4月1日のさ、エイプリルフルネタいろいろあったじゃん。みんな何が好きだった？エイプリルフールネタ、ゲーム系で。俺一番好きだったのはね、あ、COD のポケットプリーチャーっていう。あれマジでやりてえわ。コールオブデューティーポケットプリーチャー。トトロのやつあったんだ。エイペックスのアカウント巻き戻し。あ、お前それはエイプリルフールじゃねえんだぜ。本当に怒ってんだぜ。お前、エイペックスのアカウント巻き戻し、あの、エイプリルフールのネタだと思ってんだ。あれ、マジだぜ。え、知らない？コールオブデューティー。いや、あれ、普通に作ってほしいな。これ。ポケットクリーチャー。コールオブデューティーポケットクリーチャーズ、ポットポケクリ無料。この記事および画像は9月1日に作成しましたって書いてたよね。これめっちゃよくない？だいぶおもろそうだよな。いや、このパルワールドはだいぶ受け入れちゃうな。これ AI で画像作ったのかな、ワンちゃん。AI で画像作ってそうな雰囲気してんだよな。どうもこれ。ここら辺とか甘いし。なんかよく見るとね、なんかちょっとここら辺とか破綻してるから。ワンチャン AI で画像作ってるから。これマジやばい。リザードン。なんか光のこの表現とか絶妙に AI っぽいんだよな。銃とかもね、よく見るとなんか破綻してんだよ、これほら。なんか、ここら辺、ほら、なんか、ぐちゃっとしてるじゃん。なんか、なんやこれっていう。この辺。こことかもなんかよくわかんない機構になってるから。なんかもしかしたら AI かも。わかんないけど。そう、ここまで見るやついないからね。そこまで見るやついないしな。出力すげえな、AI の出力。ここも指一本なくなってるしね。AI の出力マジすげえな、本当に。
いや、これはいい AI の使い方だよね。こういうその低コストでちょろっとやるみたいな、ちょっとしたネタでエイプリルフールとかに使うのすげえいい使い方だよな、AI の。これもすげえな。マジでやりたいけどな、これは。本当にいいな、俺。ガチでやりてえわ。こいつもなんか、よく見れたら、別によくわかんねえんだよな。これなんかすごいよね。よく見たら何持ってんだっていう、このなんかようわからん銃を持ってんだよな。なんだこれみたいな。これとかわかりやすくね。このレンズの奥に見えてる景色、明らかに違うしな、奥の景色と。切り取ったんだろうな。ね、これ、こことここで明らかに違うから、そうなのよ。だからまあちゃんとこうなんか合成と AI とかいろいろ組み合わせて作ってる画像なんだけど、いや面白いなと思ったけど、これ実際こうなっていいよなって。書いてんのかな ?AI で作りましたみたいな。これ書いてなさそうだね。これあれか。これ EA さんが作ったのかな記事として。だから COD が発表した内容じゃなくて、これは EA が作ったコールオブデューティのネタなのかね。どっちなんだろうな。うん。どっちのネタなんだろう。例えばそのコールオブデューティが出したネタを EA が取り上げたのか、EA が記事を書いた、そのコールオブデューティ自体がそもそもこれやってない、勝手にこれやってんのか。どっちなんだろうね。だけどこれはすげえユーモアあっていいなと思った。あ、そうな、創作ネタ記事なんだ。あー、これめっちゃいいね。マジセンスあるね、あれ。あってやったらまあまあまあね。まあ別にいいんじゃない、これぐらい。エイプリルフールだし。許されるっしょ。まあこれダメになっちゃったらもう終わりだよな、世の中。このユーモアダメになったらもうダメだよな。エンタメも何もできねえよ。